先頭は田辺、2番手中野範人、ようやく3番手には6番斉藤翔吾のアウトコースに中山が上がってきていますが、どうやらこの3番手争いまでであります。先頭は田辺、2番手は中野、3番手は6番斉藤が突っ張っている。4番の田辺が先頭でゴール、3番手はどうか。残り1周のブルーフラッグ、山本が先頭であります。増田が2番手、そして7番の斉藤が内を突こうとしている。さあわずかな隙間を狙ってくるんですが、2番の増田ちょっと内線を外している。7番斉藤が並んでくる、並んでくる。しかし増田が先着、勝ったのは山本。残り1周、いや1番の石井大志がかぶせている。6番の秋田が外から強襲、先頭まで秋田が来ました。秋田が先頭に上がっています。2番手は石井大志、3番手は矢島の体勢、目の前はチェッカーフラッグ。秋田が制しました。2番手石井大志、8番の高橋義弘が優勝候補の期待にたがわぬ動きを見せまして先頭です。2番手は影山氏、3番手は五条勝氏、そして芝山の向きは続いています。今4コーナーを立ち上がりました。速攻戦で抜け出しました。高橋義弘先頭でチェッカーフラッグ。新元号令和記念チャリロト杯、いよいよ最終レースを迎えました。ライター照明にも明かりが入っての優勝戦、かなり薄暗くなってまいりまして、先ほど稲光も見られましたが、お天気の崩れもありません。ハンデゼロは石井大志、山本智博、そして10メートルからは増田真一、田辺誠、20メートルは秋田貴弘、影山新、中野範人、高橋義弘です。連勝できている高橋義弘、完全部位に期待が高まります。最後までお天気は持ちました。10秒前です。チャリロト杯優勝戦の発走でございます。5秒を切ります。新元号令和記念チャリロト杯優勝戦スタートしました。最終班は高橋義弘、好スタートを切りました。最終班大外から高橋が苦戦を制しました。まずは山本がレースをリードします。2番手には石井大志、3番手が田辺、そして早くも増田の内をついたのは高橋義弘であります。高橋義弘が早めの仕掛け、今4番手まで上がってきています。山本のペース、石井大志、さらには4番の田辺が続いています。ここを攻めに行くのは8番高橋義弘、バックスレッジ側でスーッと3番手まで上がってまいりました。山本のペースであります。石井大志、さらには高橋義弘が続いています。後方からは7番の中野範人も上がってまいりました。残りは4周回、山本のペース、2番手石井大志、さあここにつけ込んでくるのは8番高橋であります。真ん中を割って2番手に上がっていく。先頭は山本智博、2番手は8番の高橋です。こうなると高橋のレース一気に内側から突き抜けていく。さらには中野も追い込んでいます。残りは3周回、ハンデゼロの2人を追いまして、中野が4番手から今度は石井大志を、さらには2番手の山本智博まで差を詰めていく。さあ残り2周回、これはまだまだ中野に余力がありそうであります。
高橋が先頭であります。2番手には山本智弘、そして中野が3番手の位置、バックスレッチへ抜け出していきました。ここで山本のインコースを刺してくるか、中野が入ってまいりました。2番手に中野が入っていく。しかし先頭まではまだ距離があります。高橋義弘が先頭、残り1周のブルーフラッグ、川口王と令和最初のウィナーは高橋義弘となるんでしょうか。懸命な追走、中野範人でありますが、この距離はまだ仕掛ける距離ではありません。最終コーナーに向かっています。先頭は高橋、最後は際どく中野が迫る、中野が迫る、しかし完全 V 高橋義弘。3連勝の完全 V 高橋義弘。中野も決して足色は負けてはいませんでした。3番手ゴールは山本智弘、872の通過順。3連単人気サイド3番人気、オールスターに出場することはできませんでした高橋義弘、その無念を晴らすかのような、そんな3連勝の完全 V のゴール。優勝戦は大本命を背負っておりましたが、その期待にたがわぬレース内容でした。これ投げ込みの際にお願いします。疲れた、最後ちょっと油断しちゃったんで、中野さん来たっすか。でも全然だよ、ちょっと詰められた。ありがとうございます。転がってっから、跳ねるんじゃん。はい、おめでとう。投げた方がいいよ。さあ、これからウィニングランとなります。正直お天気がどうなるか、いやゴロゴロってね聞こえてたような気がしたんですけれども、まあ、高橋選手もねちょっとねヒヤヒヤしてたんじゃないですか。してたでしょうね。まあこれだけ急激に暖かくなったりしていますと大気もね不安定にはなりますけれども、ね、ほっとしたというところでしょうか。今年の3月10日以来の優勝となりました。また次回祭 S 級の選手とね、一緒であれば当然ハンデは元になるとは思いますけれども、そこでも活躍またしてほしいですね。ですね。いや初日から、まあ、とにかく板橋さん勝ちっぷりがやっぱり群を抜いていた部分はありますよね、はい、そうですね、目立ってましたよね、はい、であの中野選手もかなり初日インパクトありましたので、はいはい、いいですね。今日の動きも、ね、結構良かったんですね。あれもう少し早く2番手に上がっていたらっていう感じの、はい、しますよね、内容でしたよね。中野選手もお弟子さんが SG の優勝戦勝ち上がりましたからね、刺激受けてるんじゃないですかね、はい、黒川選手に、さあ高橋選手のウィニングラン行われています。やっぱり地元の選手が勝って盛り上がっていますね、表彰式はこの後はイベントホールで行われます。結局ハンデが前になった2人のワンツーだった、はい、ということですよ ね、はい、すね。最終レース、今シリーズ初めてナイター照明に明かりが灯ってのレースになりました、うん、次回は川口記念ということで ね、このナイター照明が大活躍すると、はい、どうぞ高橋選手ステージにお越しください。皆様大きな拍手でください。はい、いや高橋義弘選手、記念すべき令和初の開催、見事完全優勝という形で幕を閉じました。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいお客様からの温かい声援もありますけれども、今の気持ちいかがですか。まあほっとしてます、はい、昨日まで序盤の展開を作りたいと話されていましたけれども、今日スタート決まりましたね。振り返っていかがですか。そうですね、はい、良かったと思います。その後道中はいかがだったんでしょうか、動き的には。まあ余裕あったんで焦らず一社一社行こうかなって感じで、はい、出ました。そして残り3勝残して先頭に立ちましたけれども、まあ、中野さん来てたので、まあ、気をつけながらやられないように、はい、見事先頭でゴールとなりました。その時のお気持ちはどうだったんでしょうか。まあ、今日ちょっと優勝したいなと思ってたんで、はい、良かったです。さあそして今年2度目の優勝となりました。地元のウィニングラン、2度目のウィニングランはいかがだったんでしょうか。まあ、そうですね、今日お客さんいっぱいいらっしゃってたんで、はい、嬉しかったです。さあそして
地元の記念レース、この後 G2 川口記念が控えていますが、それに向けての弾みとなったんでしょうか。まあ、ハンデ戻っちゃうので、はい、でも頑張ります。じゃあ最後に皆様に一言お願いいたします。そうですね、今日はありがとうございました。来年はオールスター投票してください。